でもなんかゲーム、なんか不思議やな、なんかこのメンバーでさ、配信したことなくない、ない初めてやね。初めてないんだ。え、初めて初めてか。え、初めてやね。意外となかった。初めてだった。あー、ゲマズ全員揃うことあっても、女子だけってのはなかったんだ。うん、ない。そう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 。もはや新しいとこから作りたいよな。私らゲーマーズ男子がクロノワールじゃん。あ、確かに。確かに。かっこいいの逆の可愛い感じ。白ノワールってこと。いや、なるほど。離れてないんだよ。完全に白ノワール。白ノワールでいい。ちょっと白要素多いけど。ダメよ、ダメよ。使っちゃダメよ。うん。怒られるわ。確かに黒ってるよね、色。うん、どう決めたんだろう。なんだっけ、黒とノワールがなんかどっかの言葉でまた黒。うん、あ、黒黒ってこと。いや、なんかそんな気持ちするような。そうなんだ。へぇ、黒黒なんだ、あれ。掛け合わせてるんだ。何語ノワールって。ノワールって何語？ドイツ？何語？フランスとか。あ、フランスっぽいっぽい。ね、白を、え、じゃあフランス語で作りたくない？違う言葉にしたらいいんじゃない？白。確かに白。フランス語で白。フランス語で白。フランス語で白。白なのかな、あれら。ピンクじゃない？フランス語やってるの、やっぱり。ピンクでフランス語。ブランだって。ブラン。白ブラン。白ブラン。白ブラン。え、めっちゃ不思議。ダサい。なんか。ダサい。ブラン。ちょっとブラン。白、白ブラ。え、あ、ピンクに白ブラ。なんかもう訳したら絶対にダメだよ。ダメだよ。センシティブですよ、それは。やばい。私たち白ブラですって言うことになるよ。衣装決まったやん。やだな。みんな、インナー決まったわ。やめよ。白ブラ。今日も白ブラです。半絵文字とかブラになるんやろ。いい。パーってやばそう。やばい、みんな白ブラに引っ張られちゃう。このまま出てこないよ。一回忘れなきゃな。そう、やっぱ一回忘れて。うん。そうなんよ。まあそれはまた考えてもろて。そう。今日は白ブラ。